四半期ごとにお送りしています小松社長インタビュー司会振行役の上甲あかりです特集編では小松の強みや将来に向けた取り組みについて毎回テーマを設定してお伝えしていきます今回の特集編では新しい中期経営計画の基本戦略の一つであるイノベーションによる成長戦略の具体的な取り組みとして ICT 研究を取り上げ 大橋社長にお話を伺ってまいります大橋社長よろしくお願いいたしますよろしくお願いします <laughs> 前回の6月のウェブ社長インタビューでご紹介したように小松は2013年4月より3カ年の中期経営計画をスタートさせましたこの新しい中期経営計画では次の3点を基本戦略と定めていますこちらをご覧ください 小松は強みを生かした2つの成長戦略と企業体質の強化を狙う構造改革によりコアビジネスである建設鉱山機械事業産業機械事業での成長を目指していきますその中で最初の柱であるイノベーションによる成長戦略では全世界の小松グループ社員販売代理店及び 協力企業などのパートナーと力を合わせてお客様の現場をお客様とともに革新し新しい価値を創造するイノベーションを提供していきますここからは大橋社長にお話を伺ってまいります今ご紹介したイノベーションによる成長戦略ですけれども具体的にはどのような活動していくんでしょうかそうですねまず私ども小松ではですねイノベーション世の中では普通単なる技術革新と 言いますが我々では新しい価値を作り出すということを一応イノベーションと定義しております、はい、例えば建設機械や鉱山機械が使われる現場では、えー、まあ建設鉱山土木道路工事いろいろにわたってそれぞれ特有の課題や問題を抱えております、えー、我々はお客様の稼働現場に深く入り込んで、はい、現場の課題や問題を見出してお客様と一緒に 問題解決の方法を考えて提案をしていきたいと考えております。それぞれのやっぱり現場によって提案も変わってくるわけですよね。はい、おっしゃるとおりですね。あのお客様の現場を変えてしまうようなその商品やシステムを提供することこそがイノベーションというふうに解釈したんですけれども、はい、いあのその通りでございます。あの工事現場もですね、今 ICT を活用してまあ作業の自動化とか標準化を進めることによって。 品質の向上や省力化、そして効率化を実現することができますし、安全もかなり向上すると、我々はそれをそのようなお手伝いを増していきたいと考えております。過去にですね。はい、あのご紹介したと思うんですが、無人のダンプトラック運行システム、これは鉱山の現場を自動化する一つのイノベーションの一例だと思います。我々は今度建設機械の分野で、はい、6月に北米で ict ブルドーザーを発売いたしました。 では今お話にありました ICT ブルドーザーについて私からご説明いたします小松は今年6月に ICT ブルドーザー D61EXI PXI を北米で発売しました ICT ブルドーザー D61EXI PXI は掘削から整地までの一連の作業を すべて自動でコントロールする世界初の全自動ブレード制御機能を搭載しましたこの製品の特徴は2つありますまず1つ目が作業効率の大幅な向上ですこれまでの工事現場では現場を測量し長張りと呼ばれる作業指示を行った後ブルドーザーによる整地作業を行い その後施工結果をを再度測量して修正すする作業を繰りり返す必要がありました ICT ブルドーザー D61EXIPXI は人工衛星による3次元測量システムや作業機の自動制御システムを搭載することによりオペレーターが前進後退させるだけでブルドーザーが作業機を自動制御し 設計図のデータ通りに整地を行いますこれにより現場の調張りが不要になるほか作業前後の測量作業が簡素化され工事期間を大幅に短縮することが可能になります二つ目の特徴は ICT コンポーネントと車両の一体化です主要な ICT コンポーネントである GNSS アンテナなどの制御システムを 小松の工場で組み込むほか自社開発・自社生産のセンサー付き油圧シリンダーを搭載することにより高い信頼性を確保するだけでなく掘削作業を含めて全ての作業の自動制御を可能にしましたこれによりオペレーターの負担を大幅に低減するとともに高い作業精度と作業効率を実現しています 洋社長、北米ではすでに発売している ICT ブルドーザーですけれどもお客様の反応はいかかがでしょうか、はい、あの6月に発売をアナウンスいたしましてもう8月末まで出荷台数は100台を超えましたお客様の評価は非常に高くて、ええ、我々もすごく手応えを感じているんですけれどもまずオペレーターあの運転するオペレーターから見ると非常に簡単だと。ええ、運転しやすい運転しやすいいと、うん、あるいはですね 今まであのブレードという先端のと上にあのこうアンテナがついてたんですが、うん、そういうものがなくなって非常に見やすい作業しやすいと、うん、さらに前はこうワイヤーが張ってたんですが、うん、こういうものもなくなって壊す心配がないというのでオペレーターからは非常に簡単で見やすくていいと言われていますしあとオーナーオーナーの方々から見ると、はい、その熟練のオペレーターがいなくとも。 うまくいくというので、えー、そこはまた非常に高い評価をいただいています。大変我々もまあ狙い通りの、えー、あの反応が返ってきているので、大変まあ今のところ嬉しく期待しているところです。で、この ICT ブルーはですね、はい、まあ日本があと欧州でもですね、9月に発売をしてまいりますので、うんはい、さらにどんどん拡大していきたいと思っています。かなりまあ反響が大きいということでしたけれども、はい、今後他の商品の発売予定もあるんでしょうか。そうですね。 あの今 D61 のクラスでスタートしたんですけども、はい、もうちょっとラインナップを増やそうというふうに今考えております、はい、またブルドーザーだけではなくて油圧ショベルも現在開発中でありましてこの2013年度の下期にはヨーロッパ市場に導入をしていきたいと思っておりますあの油圧ショベルはですね他の建設機械と比べるとかなり動きがこう複雑なんですね したがってこの ICT 化によってオペレーターの負担をかなり軽減できるということで作業の精度や効率も上がりますし熟年オペレーターが少ない場合にもオーナーさんから見たら非常に安心できると思っていますさらにそのコモトラックスと施工管理システムを融合させることによりましてですねこの作業しているデータを含めた施工現場の見える化が どんどん測っていけるんじゃないかと、これを目指しております。見えるかっていうのは、つまり、違う場所にいても。その進み具合とか、すべてがわかる、はい、ということですかねその通りです。I. C. T. の研究はですね、作業中に現場の地形をリアルタイムで測量しており。する機能を持っております。リアルタイム。リアルタイムです。そうすると、作業中にリアルタイムで測量した実際の現場。と、工事をこうしなさいという設計図、ええ、データ。これをですね。作業の進捗に合わせて比較ができるわけです。 でこのデータをコントラックスを使って作業進捗情報をです、ね、施工管理システムに常に常時送信していきますとおっしゃられたように遠く遠隔地からでも工事の現場の作業状況をリアルタイムに把握できるということになってこのような情報を分析すればです、ね、例えば作業の遅れ隅に合わせてそのエリアに車両をどういうふうに配置するのかとか必要な資材をタイムリーに 現場に供給をきちっとタイムリーにやるとか、うん、無駄をなくすとか、うん、そういうきめ細かな現場管理が可能になって、まあ、工期も短縮できるんじゃないかなと思っていますまさにそのお客様の現場にイノベーションを起こしたということになると思うんですけれどもこのようなイノベーションを提供するために小松が今後やっていかなければいけないことっていうと他にはどのようなことが考えられますか、まあ、あの技術はははここういういとはあるんですけどもやはり我々が一番大事なのは お客様の現場を我々がお客様以上に知らない限りはイノベーションのご提案もできないということでありますだからそういう意味では自分たちが作って出荷した商品の機械の使われ方ではなくてお客様の現場もう前工程から後工程は全部を見る力を我々はつけなきゃいけないとトータルで関わっていくということですね、はい、そのためにはですね、えー、やはりお客様とよくしょっちゅうコミュニケーションを取りながら お客様の悩み事とか困りごとを聞いていく、えー、そこが大事だと私は思っています、はい。今日はどうもありがとうございました。はい